皆さんこんばんは、リサです。はい、ということで、でしてついにこの日がやってまいりましたよ。皆さんも経験ありませんか？自分が好きだったコスメ、スキンケア販売終了になってしまったという経験、皆さんありませんか？まあ最後にね、買い占めを行ったりですとか、絶望でいっぱいになって悲しい気持ちになるよね。私もね、味わったんだけど、そんなね、私の推しがなんと再販になるということで、今日はね、めちゃくちゃ嬉しい動画なの。こういうことです、こういうことです、こういうことです。実はもう、でもね、DM とかで、インスタの DM とかで、リサさんの推しが復活してますよみたいなことをね、すでに言ってきてくれてる子たちがいて、もうさすがチェック早いなと思ったんだけど、そのね、私の推し復活アイテムがこちらでございます。じゃじゃーん、はい、ルルルンワンシリーズであります。はい、いや、もうこれは私は非常に推してですね、お気に入りだったりとか、まあ、紹介したことももちろんありますし、旅行に持って行ったりですとか、まあちょこちょこ私の動画にね、何度も何度も出てきていたこちらのルルルン1シリーズ、2023年去年ですね、販売終了ということで、非常に悲しい思いをしたこの子たちが帰ってきてくれました。嬉しい。まあ、この2種類ある中で、私は特にルルルン1ホワイト推しなんですけど、このしっとりさとつけた後のチュルン感みたいなのがね、非常に大好きなの。実はですね、販売終了になるということで、送ってきてくれた子たちもいたし、自分でも結構買ったので、まだストックは家にはあります。そんぐらい本当に好きなアイテムなの。というか気にならない、去年販売終了になってさ、復活意外と早かったなっていう印象を私も持ったし、そう思ってくれた方も多いんじゃないかなと思ったけど、気にならない、なんで販売終了になったかっていう理由、それね、その禁断の質問実はしたんですよ。そしたらなんでね、販売終了になったかっていうのは教えてくれたんだけど、これ質問とかでももらうこと多いんだけど、パックでこう毎日使っていいんですかと、毎日こうパックするのって良くないって聞いたんですけど、リサさんどうなんですかねみたいな質問を結構いただくこととかもあるんですよ。質問コーナーの動画とかしててもね、なんかそういうの聞いたことない？そういう声をよく聞くから、ルルルンさんが去年から毎日使える化粧水マスクっていう風に PR していこう、新たに PR していこうっていう風に、なんかそういう風になったんだって。それがだいぶね、浸透してきて、こう毎日パック使うよとか、朝晩むしろ使いますっていう人もね、結構増えてきたんじゃないかなと思うの。そんな中でね、乾燥とかお肌を守る化粧水フェイスマスク、目的別で使う美容液フェイスマスクとか、いろいろね、目的に合わせてこう使い分けるっていうフェーズに入ってきたんじゃないかなっていうことで、この子たちが復活となったわけなんですよ。そう、覚えてる方いるかわからないですけど、これはスペシャルケアみたいな、スペシャルパックみたいな立ち位置のパックでして、他のね、ルルルンいろんなシリーズ出てると思うんですけど、それらはこのルルルン1以外のシリーズのものっていうのは毎日使おうっていうものなんですけど、このルルルン1だけスペシャルケア用だったの覚えてますか？そうなんですよ、この子たちは違うんですよ。で、早速なんで、ちょっと私の推しちゃんを出してってもいいですか？今日はちょっと頭をカニと人参で鍋っぽくしますね。廃盤になるというか、販売終了になるっていう時に、ルルルンのさ、インスタの公式のアカウントにさ、メンションつけてさ、ぜひ復活してくださいって言ったら、それをね、見ててくれたんだって。だから、ぜひ復活したからということで、今回復活した旨をみんなに伝えてくれということになって、なったの。大事ね、伝えとくって大事で、もう自分が好きでなくなるかもってなったら、めちゃくちゃもうメンションしようなって思った。で、ルルルンのシリーズって、これなんかすごい化粧水のフェイスマスクの方だと一番人気らしいんだけど、これのさ、マスクってさ、なんだ、めっちゃ取り出しやすいじゃん、この厚みとかで。なんか目がちょっとさ、ルルルンのフェイスマスクのこの特徴って、ちっちゃくて、口もちっちゃくて、ちょっと伸ばして自分好みに合わせるみたいな感じじゃないですか。最初に出た頃のシートとか覚えてる？もっとね、薄くて
もっと硬かったんだけど、本当になんか肌に馴染むようなこのトロンとしたとろみ、そしてこの程よい厚さで、液結構浸ってるんだけど、こう何顎に溜まって滴って垂れちゃうっていうのなくないですか。なんかそんな感じで、実はもうね、もう年1ぐらいのスパンで結構リニューアルとかを繰り返してきてて、ピュアシリーズがだったのかな、もう9回ぐらいリニューアルとかしてるんだって。そうだからさ、結構ルルルンが出たての時にももちろん使ったことあったから、特にこのルルルン1ホワイトが出た時になんていい生地なんだって思って、すごいね感動したの。はい、でこれが中ね。でこのやっぱね、ルルルンのシートのいいとこ、この絶妙な厚みなので広げやすいとこね。私フィルムが入ってるタイプとかってベシャベシャしちゃって、あまりね好きじゃないし、ゴミが出ちゃうからねっていう感じなんですけど、ルルルン1シリーズはちなみにさっきのねシリーズはなかったけど、このここがついてるバージョンです。こうやってこうじゃなくて、ちょっとこう何寄せてギリギリまでやったりします。ちなみにね、化粧水はもう化粧水はした。なんかあのさ、化粧水フェイスマスクだから、もう洗顔した後にルルルンってなんかそのままつけて1本ね、化粧水フェイスマスクは。もうこっちは美容液フェイスマスクになるので、私は化粧水つけてからやってます。でここがちょっと切れ込み入ってるから、私はこうなんかちょっと持ち上げる感じにしてつけます。こんな感じ。はい、ね、あ、いいですね。本当になんかこの肌当たりが良くて、このフェイスマスクのシートの生地ってなんか実は3層構造になってて、で真ん中のところがこう保水効果があるようなものを使ってるんだって。でシートで保水効果かって思ったんだけど、だからこうなんかこうなんだろう、おでこの方が乾燥してきて顎に溜まっちゃったりするのあるじゃないですか、すっごい薄いパックだったり、そういうのなく、こうまんべんなくこうつけてる間馴染んでくれるというか、しっかりこう顔全体に液がついてくれるように、なんかそういう生地になってるんだって。だから本当になんかこう実際に使ってみての声だったりとか、そういうのを反映してどん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 進化してるんですよね。はい、こんな感じ、いいよね。口周りもこのこういうところやりたいじゃない、目もさキワキワまでやりたいでしょ。で少し伸びるのでね、自分好みに合わせてあげるといいよっていうものになって、これね本当にいいの。今のこの生地あるじゃん、これが最初に使われたのがこのルルルン1なんて。だから私そっか当時めっちゃ感動したんだなって思ったんだけど、肌当たりがいいのもいいんだよね。最後はなんかトントントンってやっていつも終わりにするんだけど、この肌当たりの良さ、顎に滴ってこのさキワキワまでできるこの絶妙な目の大きさだったり口周りのサイズ、本当にいいですね。好きなのフェイスマスクでルルルンを一度も使ったことないっていう人はもう少ないんじゃないかなって思うぐらい、やっぱりねもうシリーズも本当たくさん出てるしね、そうなんじゃないかなって思ってる。でちなみにですね、このルルルン1のシリーズの特徴としては、美容液の中にこうマイクロサイズに凝縮した美容オイルをふんだんに配合したルルルン独自のマイクロオイル製法っていうので作られてて、とろりとね馴染んだマイクロオイルが肌をこう優しくほぐしてくれて、 DNA 研究から生まれた美容成分のブライトニルをはじめ、抗炎症作用の高い緑豆成長点培養細胞エキスとか老化色素のリホプスチンに着目したナノスルフォラファンが複合的にアプローチしてくれて、ハリとツヤを与え透明感のあるお肌へと導きますという、そういうものなんだって。難しいね、マイクロオイル製法で。この何美容オイルをふんだんに含んでるってそれだわって思って、パックした後のしっとり感というかふっくら感って、あ、ここら辺から来てるのかなってなんか改めて説明聞いて思った。特にやっぱ最近乾燥してるからオイルをね取り入れたりしてる人も多いんじゃないかなと思うんで、スキンケアに非常に良いです。でもなんかねこれ聞いたのドラストとかにはなんか置いてなかったっぽい、ちょっともしかしたら間違ってるかもだけど、なんかそうだったっぽくて、なんか知る人ぞ知るというか、まあ好きな人が使うっていう感じで、結構ね美容賢者さんとか好きな人が多かったらしいんだよね、このルルルン1の
シリーズって。私もね、今日オンラインで買ってたわ。ぜひこれ本当推しなので使ってみてほしいです。復活したので。もしこれでさ、だってさ、なんか復活してみたものもあんまり人気はないわなみたいなことになっちゃうと、またなくなっちゃうと困るから、見てる人にはもう絶対買ってほしい。でまあ普通にこうやって使うことが多いんだけど、こうなんていうのかな、しっかり液がなんだろう、全体にこうバランスよく馴染んでくれるシートっていうのもあるから、たっぷり美容液が染み込んでるからね。美顔器をこのまま当てるっていう、そういうモードあるやつあるじゃん。そういう風に使うことも結構あります。あ、5分10分だ。もうなんか喋ってるうちに余裕で5分10分超えちゃった気がするんだけど、本当にね、本当にカピカピーみたいになくて、この作業どうやって使うの？そう、まだまだ余ってるんで、ボディにも。私結構こうやって塗っちゃうことある、肘とかさ。いや今ほんと乾燥してるもん。なのでしっかりしっかり最後まで、もう体洗ってんのみたいな感じだけど、染み込ませてね。はい、いい感じよ。チュルンとしてやっぱりふっくらして非常にいい感じです。今回戻ってきたこの子たちは中身は変わってません。私の推しです。私の推しのまま。若干変わった点といえば、ここにねロゴが入りました。そこが変わりました。新しく発売されたものはここだけ変わってます。やっぱりね、ふっくらチュルンしていい感じなんだよね。いい、これね、私大好き。でもやっぱこっちも好き。なんとなくだけど、こっちのルルルワンの方がもうちょっとよりしっとり感があるような気もしないでもないね。化粧水フェイスマスク、美容液フェイスマスクだからね。多分今の時期使ったら、あらーってなる人多いと思うよ、ほんと。使って。こう、スペシャルケアのパックなのにこの価格っていうのも、やっぱありがたいのね。続けていくっていうのは、やっぱ価格っていうのは非常に大事なポイントかなと思うので、デイリー使いではこういう箱タイプが楽なんで、出口が狭くないからさっきのもったいないか戻しちゃったからあれなんだけど、出口がね広いから取り出しやすいこの箱で、で週に 1,2 回はスペシャルケアっていう形ね。そんな感じで使い分けて使っていただくと、非常にお肌の治安保たれていいんじゃないかなと思います。はい、というわけででして、今日はこの発表ができて非常に嬉しい。そしてそれをね、覚えててくれてて DM くれた人も嬉しかったね。うわ、めっちゃ見てくれてるじゃんと思った。ということで、まあね、鼻息荒く今日は進めてきたわけですけども、本当にさ、もう亡くなった時悲しいなと思ったけど、こう復活してくれると本当嬉しいね。嬉しさひとしおって感じ。はい、ということで、まあ他にもね、まあ、私が大好きではあるけれども、こう消えていった、いなくなってしまったアイテムっていうのが、まあね、いろいろあるから、ちょっとメンションつけまくってみようかな。もしかしたらね、復活するかもしれないからね。そういうのってさ、爆発できないの大事だなって思ったので、台湾コスメ復活委員会メンバー一人やっていきたいと思います。はい、というわけで今日の動画はこんな動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。